なるほど。すいません。そろそろ帰りましょうか。Thank you.
はい。それじゃあ、また。おはようございます。よっ。いいですよ。おい！あの。
先輩。それじゃあ、また。はい。
それじゃあ、また。お兄ちゃん、やったなるほど。
はい。ありがとうございます。はい。
また。行きましょう。
じゃあまた。Thank you.
白金家の秘書の薬師寺と申します。その説は大変失礼いたしました。僕からも本当にすみませんでした。知らなかったとはいえ、こんなことにあなたを巻き込んでしまって、全部おじい様の仕組んだお芝居だったんです。お旦那様はここ近年の直人様のご様子に大変お心を痛めておられました。心を許せる知気もなく、仕事に没頭されるばかりの直人様。お旦那様は直人様に昔のようなお心を取り戻していただきたかったのです。白金も性別もなく、ただ探偵というものに憧れておられた頃の思いを。あなた様を信頼できる方と見込んで、この件にお引き込みしたのは私の一存です。どうぞお許しください。これさっき薬師寺さんにもらったんです。最後の挑戦状らしいですよ。あなたの好きな場所であなたの苦手なことをしてきました。ただし中ではなく、そこの裏側にあります。僕の好きな場所。覚えててくれたんですか。この町で高い場所といえば、きっと高台です。次は苦手なことですね。これはまあいろいろありますけど。そうです、僕言いましたっけ。高台にあるものと考えれば、おそらく答えはゴミ箱でしょう。中身の見当はついています。行ってみましょう先輩。存在そのものを忘れてましたよ。七つ道具の最後の一つ、探偵手帳です。今の僕が忘れかけているものがここには全部詰まってる。おじい様はきっとそう言いたかったんだと思います。こんな子供じみたゲーム、本当に勝手ですよ。今さらこんなことを思い出させるなんて。僕は必死で侮られないように、見下されないようにって頑張ってきたんだ。この町の殺人事件を解決すれば今度こそ認められるって。代々探偵として活躍してきた白金家の第五代目としてちゃんと認められるって、そう思い込んでたんです。僕はただ認めてもらいたかった。僕を必要として欲しかったんです。だから焦って、いつも背伸びして解決することだけにこだわってた。でも僕が探偵になりたいと思ったのは、そこに謎があって、そして困っている人がいるから。ただそれだけだったのを思い出しました。覚えてますか。僕はテレビの中で一度自分と向き合った。いていい意味が欲しいと叫ぶ自分を僕は受け入れたはずだった。でも僕のいていい意味は事件を解決することだけじゃない。皆さんや、あなたが僕に居場所をくれたんだ。僕に
いていい意味をくれた。大人でなきゃ、男でなきゃ、そう思い込むことで自分から逃げてた。僕が本当にしなきゃいけないのは、何かを変えることでも成し遂げることでもなく、自分を好きになることなのかもしれない。僕は自分をやっと受け入れることができそうな気がします。自分が女だってことにも。あの時憧れていた探偵に、気持ちでもまだ慣れていないってことにも。僕は女で、探偵で、そしてあなたや皆さんと一緒に真実を追い求めるものです。あなたといると自分がとても怖くなります。自分の本当を認めてしまった途端に、何かが全部溢れてしまいそうで。でも僕は言わなきゃいけませんね、本当の気持ちを。あなたのことが好きだって。とにかくそういうことみたいです。もう恥ずかしくて死にそうだ。なるほど、ここで毎日寝起きしてるわけですね。どうもあなたの趣味とは違うものが散見される。仮住まいだからかな。テレビの位置からすると、真夜中テレビを見るのは。はい。ってそこにですか。いや、それは近すぎて。それよりすみません、急に押しかけることになっちゃって。今日はあなたに渡したいものがあったので。僕が作ったんです。これ受け取ってください。こんな工作久しぶりにしましたよ。実家に戻ってからならカメラと通信機能くらいはつけられたんですが。でも光るんです。僕のもお揃いで作っちゃいました。くだらないとか子供っぽいって笑わないでくださいね。僕はいつしか探偵が重荷になってた。探偵の僕にしか意味がないと思ったから。でもあなたが、男でも大人でもない僕にいる意味を与えてくれた。先輩、僕はあなたといて探偵でよかったなって思ったし、僕が僕っていうのおかしいですか。そっか。
私やっぱり恥ずかしい。こんな言葉を使うなんて思ってもみなかった。でも変われるんですね。今の自分なら少しは好きになれそうです。僕の中にこんな可能性があったんですね。僕はずっと見るべきものを見ていなかった。僕を思ってくれる人たちと僕自身をです。探偵の子供の女のそういう僕である前に一人の僕はただの僕です。あなたと会えてよかった。ですね。そのなんていうか、この気持ちの謎はとっくに解けてるんですけど、あなたが好きなんです。その寒いですね。あ、いや、そのすみません。あなたと二人だと思うと。ケーキすごいですね。子供の頃に戻ったみたいです。僕からも渡したいものがあるんです。取りに帰ってたので遅くなってすみません。おもちゃの時計を改造したんです。機能は時間が分かること、それからその僕の居場所が分かることです。おもちゃなので半径何メートルにいるかが分かるだけですけど、ちなみに僕の時計にも同じ機能が
あなたの居場所がわかるんです。そう言ってもらえると嬉しいです。きっと春からは測定不能になっちゃいますけど、それまではできるだけそばに。そのあなたに最初に見てもらいたいものがあって、僕の私の学校の制服なんですけど、私の方がいいって言うからもう少し女の子らしくしようかと。それに本来は校則違反してるから。着替えてきます。薬師寺さんが用意してくれて、靴下とか これでいいのかな。スカート短すぎますよね。やめてください。すぐにそうやって、やっぱり学校には前ので行きます。なんか変だから。でも見せられてよかった。ずっとってことですか。アリバイなら作れると思うけど。すみません、お待たせしちゃって。あの、もしかして僕、期待を裏切りました？急に何言い出すんですか？恥ずかしい人だな。もう。とにかく、まずはお参りですね。行きましょう。何をお願いしたんですか？一緒ですね。僕もあなたとのことをお願いしました。今年も二人が充実した一年を送れるように。もちろん、一緒にですよ。おみくじ引きますか？僕、くじ運ないからな。将来か。実は今までそんなに深く考えたことなくて、独立して探偵事務所とかは時代に合わないかもしれないし、
いっそ法医学に絞る道も。って、恋愛運に書かれてたんだから、そういう話じゃないのか。あなたと僕の将来。僕の方は、わ、今日だ。恋愛運は円満続くには一切の隠し事を捨て去る。なるほど。これは当たってますね。でも僕、あなたには隠し事なんてないですよ。その、言うのがちょっと恥ずかしいこと以外は。それに、今日ということは、これ以上悪くはならない。むしろ、後の運勢は良くなる一方って言いますし。あの、この後なんですけど、たまにはその、僕の家に来ませんか？実は、こたつ買ったんです。その、あったかいですよ。ここも一面雪ですね。寒いけど、冬は好きです。静かだし、なんだか急に平和で、ようやく少し慣れてきたような気がします。町の人たちはみんな、今回の騒ぎを見つめ直して、町のために生かそうと努力を始めたみたいですね。昔のお祭りを復興しようとか、いろいろな企画が検討されてるみたいです。町おこしということらしいですが、みんな無意識につながりを求めているんじゃないのかな。でも、時が経てば全ては薄れてしまう。重大事件を扱うといつもある問題にぶつかるんです。辛いことを忘れていけるから、人は涙を拭いて立ち上がれる。けれど、忘れるから、人は繰り返してしまう。慣れてゆけることは強さなのに、慣れるから、人は間違える。でも、あなたと出会って、その疑問に、僕なりの答えが見つかった気がします。きっと、心から大切なもの、守りたい誰かが見つかればいいんじゃないかな。大切な誰かがいれば、忘れても、慣れても、その人のために、より良い未来を目指していける。もちろん、僕にも大切な人たちがいます。だから僕は、できることは何でもやっていこうと思ってます。その人たちのためにも、僕だけじゃない。皆さんも僕の力になってくれる。生かされてるんですね、僕は。そんな風に思ったことは一度もなかった。教えてくれたのは、他でもない。あなたと、そして、大好きな仲間たちです。ありがとう。本当に。心に芽生えた新しい力。まだまだ変わっていけるってことなのかな。これからもいろいろなことに気づいていくんでしょう。それさえできればいつだって変われる。僕だけじゃない。きっとあなたも。
恋は怖いですね。いつだって知らない自分を引き出してくる。だけどあなたはどんな僕でも受け止めてくれる。僕が自分をごまかしてさえいなければ、僕はそんなあなたに好きでいてもらえる自分でありたいです。すみません、びっくりして。あの自分で言ったことが急に恥ずかしいな。好きです、僕も。思ったより足に来てるな。なんとか転ばなくなったつもりなんですけど、まだ余計な力が入ってるんでしょうね。ごめんなさい、初心者と一緒じゃ思いっきり滑れないですよね。必要に迫られていろんなスキルを学びましたけど、スキーの技術って求められたことなくて。雪山って小説だとよく凝った事件が起きたりしますけど、実際はそうないですから。猛吹雪の山小屋で電話線切るとか、普通に考えて自殺行為だし。どれくらいぶりかな、こんな風にただ楽しむことに一生懸命になるなんて。前はこういうの無駄だと思ってましたから、自分が必要とされるための足しにならないって。今考えると笑っちゃうな。一人だったんですね、僕。また来たいな。いいですよ、その方がその練習の効率が上がるでしょうしね。いや、練習になんないかな。そろそろ戻りましょうか。雪結構本降りになってきましたし。僕らのペンションがあるのってこの先をどっちでしたっけ。あ、その今日はあなたについていけばいいと思ってたからコース確認してなくて。いまいち自信なさそうですね。まあでもコースを外れてしまわなければどこかへ降りられるでしょう。なら早めに出発しましょうか。僕あんまり早く進めないですし。本当にこれで合ってます？信じてないわけじゃないんですけど、ここさっきも通ったような。遭難ですかね。認めたくないですが、参ったな。これだけ新雪が深いと小さな川や崖が足の下に隠れてるかも。むやみに動き回らない方が、というか僕がそろそろ
限界。無理ですって。こんなサラサラの雪じゃ一晩は寝かせないと。見てください、あれ山小屋じゃありませんか。よかった、あそこならたとえ無人でもいろいろ置いてあるでしょう。暖も取れるかもしれない。行ってみましょう。すみません、どなたかいませんか。あれ、鍵が開いてる。どういうことでしょう。南京錠なんかは凍ってしまうので使わない場合もあるそうですが、まあ今は幸運と思うことにしましょう。鍵の件ですか。確かに犯罪現場なんかで時々あることですね。でも大丈夫でしょう。人の気配はない。誰かいればもっと暖かいですよ。携帯電話持ってませんか。迷ってる間に何度も通信を試してたら電池が切れてしまって。弱ったな。積雪のせいでしょうか。電波が安定しないんですね、きっと。吹雪、収まりませんね。山の天気だし、長引かないとは思いますが、参ったな。いくら室内でも、これだけ寒いと夜明かしは危険かも。ちなみに、その、人肌で温め合うとかは、こういう場合、効果ないですから。あれは、服が濡れてるとか、片方だけ低体温とか、そういう場合で。誰も質問してませんよね。ごめんなさい。でも実際問題、温まる方法を何か見つけないと、まずいですね。あ、この囲炉裏、よく見たら薪じゃなくて、ちゃんと木炭だ。よかった。これなら多少換気すれば使えますよ。あとは、火を起こす道具ですけど、こういう場所の小屋なら多分。とりあえず一安心かな。人間が火を扱う知恵を持っていることに感謝ですね。これはその温まる上で効率がいいし、少しの熱でも貴重ですから。ここどこなんでしょう。歩いてきた方角はちゃんとペンションの方だったはずなんですが、吹雪が止んでも日没後の山歩きは危険だし、やっぱり一晩過ごすしかなさそうですね。不思議だな。結構ピンチのはずなのに、なんだか今を楽しんでる自分がいる。二人っきりで山小屋に一晩か。参ったな。この気分って吊り橋効果ってやつなんでしょうか。先輩、あの、今
確かに光りましたよね。どうして？どうも。いえ、僕も行きます。原因を確かめないと。先輩？何ですか？突然、本気ですか？いや、でもこんなところじゃ、何も今じゃなくたって、ダメです。そんなに入ったら。何やっとんじゃお前ら。大冒険すぎんだろ少年探偵。ストップ！その秘密を解き明かすのは早いくわ。皆さん、脱いでない。このクソ寒いのに何脱ぐ必要あんだよ。つうか花村先輩らテンション高すぎだろ。さっから何なんすか？カンジ君、聞いちゃうんだ、それ。ナオちゃん、まさかギャラリーの登場を待ってたクーマ？見られたいだなんて、ハレッチすぎクーマ。新しい自分に目覚めすぎクーマ。オッケー、ならクマ、最前列かぶりつきで。あの、どうも話が見えないんですが、助けに来てくれたんですよね。というか先輩方、いつから外に？もしかしてずっといたとか？いや、マジでさっき来たばっかだって。ただ雰囲気的に入りづらかったっつうか。それつまり立ち聞きしてたってことですよね。いや、俺らだって心配できたんだって。っていうか、二人で揉み合って何してたの？それは、テレビを調べる必要があって。テレビ？なんで？電源入ってないじゃん。いや、苦しすぎんだろ、その言い訳。言い訳って何ですか？嘘なんて言ってないですから。調べる途中で先輩が、テレビに入っちゃいそうになって。何なんですか、その目は。静かですね。あの、さっきはすみません。あんな風に皆さんの前で言う必要はなかったんですけど、ついなんだか今日はずっと不安で。とにかくこれ。最初はかわいいラッピングにしたんですが、持ち歩く難易度が高すぎて直しました。そうですか。でも、もう少し可愛い方が良かったかな。それでも、あなたを思って作ったんです。もらってください。それ、よかったら。とりあえず失敗はしてなかったようですね。本の通りに作ったので当然ですけど、最初は僕らしくって思ってたのに全然思いつかなくて。あなたといると僕っていう存在がどんどん曖昧になっていくんです。
僕の好きな僕でいたい。でもそれ以上にあなたの好きな僕でいたい。そんな風に考えてしまって、僕ってなんだろうって。僕本当はあなたに決めてほしいのかもしれません。僕のすべてを、この気持ちをあなた色に染めてほしいっていうのかな。それ今の僕を好きって言ってるみたいですよ。そう受け取ってもいいですか。僕未熟ですよね。嫌になっちゃうな。初めての恋なんです。だから僕にはまだ恋の問題は難しくて。でもあなたはいつだって僕をすっかり救命してしまうんだ。あなたは名探偵ですね。いや、スパイかな。ずるいですよ、心だけ盗むなんて。どうせなら僕を全部奪い去ってください。